エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は1月の4日から10日までの1週間のオラクルカードリーディングをお届けします。はい、皆さんこんにちは。大畑晴美です。明けましておめでとうございます。今日は2020年最初のオラクルカードリーディングになります。皆さんはどんなお正月をお迎えでしょうか？2019年は本当に、たくさんの皆さんに支えていただいてありがとうございました。おかげさまで私は、この2020年のお正月をですね、コミュニティ星読みつれづらくさのコミュニティ星込みジャパン .com のミラクルメンバーの皆様と一緒にですね、迎えることができました。こんなね、喜びはね、本当にないですね。本当にありがとうございました。どっから話したらいいかわかんないんですけど、やっぱりね、このミラクルメンバーサイトを作るまでの間にたくさんの皆さんのサポートがあったんですね。まず4月にジャパンプロジェクトに来てくださった皆さんの、受講生の皆さんがやっぱりもうちょっと勉強したいっていう自主的な勉強会を始めてくださって、で、みんなボランティアベースで、特にボランティアリーダーの美穂さんが本当によくやってくださって、6ヶ月間という期限限定でいろんなお声を聞かせていただきました。で、私は陰ながらサポートしてて、私が直接その運営に携わったわけではなかったんですけど、それをベースにして、で、その星込みジャパンという素敵なお名前もつけていただいたんで、それをベースにして、なんとかですね、皆さんがやっぱりせっかくアストロジー、コンシャスネスアストロジーのパワフルなアストロジーを学び続けたいっていう、その本当にパワフルなんで、それをなんとか私が応援できないかなと思って、で、それを具現化するにはやっぱり中途半端にしたら、そのメンテナンスっていうかね、管理の方がきちんとでき、あの、なんていうんですか、ベースを作らないと、こういうのっていうのは長続きしないですよね。で、私は一人しかいないので、やっぱりそこをしっかりとまず勉強しなきゃいけないなと思って先生を探してですね、で、やっと先生を探せて、それでその先生のクラスを取るために、まあ、あと同時進行でクリスタルボールとかもやってたので、それで日本に何度も帰ってというような、本当に後半はかなり結構大変でした。でもそこで本当にたくさんの皆さんのサポートをいただいたんですね。先生もそうだし、先生のサポートとして IT のサポートしてくださる方とか、それからご紹介いただいた他の先生とか、それから視聴者の皆さん、メンバーの人からもね、いろいろサポートいただいたんです。で、例えば本当に小さなことなんですけど、やっぱりサーバーだとかドメインだとか、そういう面倒くさいことがいっぱいあるんですけど、私アメリカにいるので、で、プログラムなんかもメンバーサイトをちゃんと運営していくためのプログラムもやっぱり日本語でも文字化けしないようなものにしなきゃいけないんですよね。で、そういうのを買おうと思っても、例えば日本ので発行したクレジットカードしか受け付けてくれないとか、逆に皆さんが会費を払っていただくのは私はどうしてもドル建てになるので、ドルの送金していただくのは皆さんとてもお金かかってしまいますから、私はペイパルでクレジットカードだけの、お取り扱いをしてたんですけど、やっぱりクレジットカード持ってない方もずっと NG ナビを聞き続けたいんですっていう方もいらして、で、そういう方が何とかならないですかっていうメールをいただいて、で、私もいろいろ調べて、あ、ペイパルで、日本のペイパルは銀行の紐付けができてなんてことが分かって、本当にね、そういう、で、そのメールをいただいた方もですね、ご自分の銀行に行ってですね、できるかどうか調べてくださったりとかね。で、そういう一人一人のみんながなんか協力をして、今があるんですね。だから本当に感謝でいっぱいです。はい、じゃあちょっとあまり余計なくなっちゃったんですけど、今そのお話をしたのは何でかっていうと、もうね、もうお正月早々本当にびっくりするようなカードが出てきてて、それでそのお話をするために今のね、お話をしてたんですけど、先にちょっと今週のカード、いつものようにですね、この冬至から、セイクレッドデスティニーオラクルカードを使っていますね、電子リンさんの。そして最後に3枚引きでクリスタルスプリットオラクルカードを引きますので、今週も最後までお聞きください。
今週はですね、まあちょっと結論はですね、4つぐらい出てるんですけど、あとは割と1枚1枚1枚、最後2枚なんですけど、で、先週ぐらいからずっと続いてるカードもありますが、やっぱりシフトしました。で、最初のカードがなんとですね、見てください。コミュニティというカードがスピリチュアルレベルで出てきてるんです。綺麗なカードでしょう。前に1回ぐらい出てたかもしれないんですけど、こう、なんですか、虹が出てて、蝶々が出てるでしょう。でもなんか最初に1枚目に出てきたカードが今年引いてコミュニティのカードだったんで、もう私本当ね、ちょっと涙がうるうると来ちゃいましたね。でさっきね、最初にその本当に皆さんのサポートをしていただいたおかげでここまで来れて、私ももちろん頑張ったんですけど、ここまで来れたのは本当にたくさんの方に、お願い助けてくださいって言っていろいろ調べてもらったり、サポートしてもらったりっていうことをしてですね、いや、ようやく5日間だけ、暮れの忙しい時にね、皆さんね、申し込んでくださって、で、まあ、ちょっと今回申し込みそぶれちゃったっていう方は、今度この動画に間に合わないかもしれないけど、次の動画の時かに、ミラクルメンバーに、入りたいっていう方のウェイティングリストを受け付けるの、リンクを差し上げますから、そこにこう書いていただいて、人数が集まってきたら、また次回の、募集をいつにするかっていうのを決めていきますね。結構ね、たくさんの皆さんが申し込んでくださるのを一つ一つプロセスしていくのがすごく時間かかるので、しょっちゅう、いつもいつも受付 OK にはできないもんですから、管理上、よろしくお願いします。で、このカードが出てるってことはね、要するに皆さんの中にコミュニティが出来上がってきてて、いろんなサポートが周りに来てますよってことなんですよ。で、本当に2020年は今すごい大事な時なんですね。結構この年末からお正月にかけて、私このミラクル会員の皆さんの受付と、それから、有料のエネルギーナビ、それから無料のエネルギーナビ、それからあまりにも今すごいエネルギーなんで、まあ年末のご挨拶、新年のご挨拶も兼ねてですね、結構頻繁に動画でいろいろ皆さんにメッセージ発してますけど、そのくらい今すごい大事な時なんです。だから本当に今大事なことはね、今年は本当に一人一人が全く今までの自分のこうあるべきみたいな条件付けを手放して、古い仕組みとか自分にあまりハッピーになれないようなものは全部手放して、本来の自分の本当にやりたいなと思った夢を、それがどうやってできるかはまだ分からなくても、そうやって自分らしく生きるんだって決めていくことで、たくさんのサポートが来るんですよ、宇宙からも。で、本当に今回やってみてそれがよく分かりました。で、このカードが来てる時っていうのは、そういうサポートが周りに来てるんです。まだ皆さんが、私たちがそれが意識的にサポート来てるんだって分からなくても、もう私はもう本当に分かりますよ。ここまでやって本当にこれが具現化できた、もう私一人でやったら無理かもしれないって自分で思ってたんですけど、でもやっぱりタイミング見たら今しかないなと思って、暮れのすごい忙しい時にね、すごい金環日食で、5日間だけっていうので募集したんですけど、で本当にそれが叶いました。だからそれですごく大事なことは、私皆さんに、サポートお願いしますって言って、いろいろ助けて助けてって言って、本当にクリスマスの午前中にね、先生なんかもういいですよって言って、ズームでね、いろいろ教えていただいたりとかね、したんですね。で、私もそれ喜びでもうサポートを受け取ってるわけですよ。だから、これ、ね、すごい大事なこと、コミュニティができるっていうのは、まずサポートをちゃんと喜びで受け取ること、それからまた喜びで他の人を励ましたり、サポートできるところはどんどんすること、私もやっぱりクレジットカード以外のかでなんか方法、銀行振り込みは大変だろうからっていうんで、いろいろ探したら、ペイパルの銀行の紐付けができることが分かったでしょ。だからやっぱり諦めないで、自分ができるとこまで夢を具現化するために何ができるかなって、精一杯乙女座の、なんていうの、左脳を使ってね、調べてね。でも夢は魚座の宇宙の導きとかサポートを受け取るっていう、これすごい大事なテーマなんですよ。ね、で自分一人でやろうって思っててもね、やっぱりどんどんサポートをもらった方が絶対得です、今のエネルギーは。ね、で
このコミュニティって、こういう星コミジャパンもそうなんですけど、あとはやっぱり宇宙のサポートってすごくいっぱい来ますから、もう本当にいろんな存在、私も本当毎日毎日お願いしてましたよ、宇宙に。サポートしてください、よろしくお願いします。天使さん呼んだりね、アーケンジョン・マイコーとか、まあ私はアルクトゥールスとすごくつながってるんで、アルクトゥールスのヒーリングティーム呼んで、助けてく、あの、サポートしてくださいとかね。それから、あとは、まあ、プレディアスなんかもそうですけど、あとは今ね、ヤギ座、カニ座にノードがあるってことは、すごくご先祖ともつながりがありますから、そういうご先祖を祈ることもすごく大事かもしれません。ね、で、とにかくこのカードが来てるってことは、たくさんの人、サポートがあなたのそばにいるから、それを信じて、ね、で、なんていうのかな、アシスタンスをね、お願いした方がいいですよ。だから分かんなかったら、私こういうことしてみたいんだけど、何を具体的にどうやっていいか分からないけど、どういう、そのなんかヒントにあるようなことがあったら教えてくださいってね、お願いしとくといいんですね。そうすると、ポッとなんかの形でくれます。だからぜひですね、そういう感じで、最初の2020年の最初に引いたカードがコミュニティで、本当嬉しくなりました はい。で、2番目のカードはフィジカルレベルでしょ。物理的な日常の生活のレベルで、またすごいカード見てください。トランスフォーメーションが出てきました。綺麗な、また蝶々ですよ。本当にね、この1月は本当にパワフルですよ。この12月の26日の金環日食の新月で大きな種をまいて、で、このお正月を通してですね、今度1月11日に蟹座20度で0分でね、2020年って2020の年に蟹座20度に太陽と月があるんですね。蟹座とヤギ座のね。だから20、そして水星までいるんですよ。太陽と一緒になって。だからその辺はミラクルメンバーの皆さんのエネルギー鍋で詳しく20のエネルギーがどういうことかとかお伝えしてるんですけど、20っていうのはすごく自分で決断をしていく時なんです。そして本当に今どういうエネルギーかというと、大きくトランスフォームする、変容していくエネルギーです。冥王星っていうのは死と再生を表しますから、それが今ヤギ座にいて、そこに今度は木星、土星、木星も入ってきて、土星と冥王星が新しいサイクルに、30何年ぶりに新しいサイクルになるんですね。この1月11日の蟹座の部分日食、半円月食の、日食じゃない、月食の後に、2日後に新しいサイクルになりますから、今何が起こってるかっていうと、このその満月に向けていらないものはどん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 リリースして、そして満月の時に思いっきりリリースして、あとは新しい作品に入っていくっていう、このタイミングでがすごく大事なんです。で、そこで本当にね、大きくトランスフォーム、形を変えていくんです。だから蝶々っていうのは変容の、シンボルですけど、毛虫からキャタピラーから突然蝶々にはならないんですよね。いつも動画で言ってるけど、必ずクリサリスというさなぎの状態があって、さなぎは外から見るとちっとも動いてなくて死んだように見えるけれども、中ではこの毛虫の体を全部溶かしてですね、スープのようにして、そして今度は蝶々の形に変えるんですね。だからそうやって一回ね、いらないものを全部溶かしてですね、いらないものをどんどんリリースして、そして新しく変えていくタイミングが今なんですよ、これ。だから今週はそれに向けての取り組みがすごく大事だと思います。とにかく今は変わっていく時です。だから変わっていくことを恐れないことですね。なんか不安からもっと自分らしく生きたいと思うけど、でも仕事なくなっちゃったらとか、こうしちゃったらとか、お金もないしとかっていう、これやりたいけど、それしちゃったら食べていけるかどうかわからないしとかっていうふうに、何かできないことの理由を探すんじゃなくて、それよりは、やっぱり、本当に自分がやりたいこと何なのか、どんな生き方したいのかという方に、意識を向けて、そこに向かって、自分が今できることは何なのかなと思って、一つ一ついらないものは手放して、新しいものが入ってくるエネルギーを持っていくことがすごく大事です。お金なんかもそうなんですけど、将来どうなるかわからないからって不安になって、そのためにお金を、持っておこうって貯金しても、
お金、全然それはますますね、お金が回らなくなりますね。お金をただ使えばいいんじゃないんですけど、やっぱりお金をどうやって使っていくかっていうこと、それから貯金をするのも何か目的があって、例えば私はこう、例えばね、私はアストロロジャーになりたいから、じゃあコンシャスネスアストロジーを学ぼうと、それにはお金がいるから、じゃあ貯金しようとかね、そういうふうなこととか、やっぱりその自分に対する投資をするっていうこと、そういうことはどん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 うまくそのお金の価値、なんていうか、自分の価値をちゃんと認めて、自分の価値をどんどん高めてるでしょ。でも将来どうなっちゃうかわからないからっていうのは、自分の価値認めてないんですよね。でだからって不安で、じゃあとにかくお金を貯めておいてって言っても、お金を持っててもですね、どん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 世の中はどんどん変わっていくから、値段もどんどん変わっちゃいますからね。だから今すごく大事なことは、もっと大きな絵を見て、今本当に自分がなりたい自分になるために何が必要で、そしたらそこでメリハリつけて、どこを選んでどうしていこうかっていうことを選ぶことがすごく大事です。ね、で今本当に大きく自分らしく生きていきなさいって、宇宙からのエネルギーが来てる話、いつもエネルギーナビでしてるでしょ。だからそういう思いで今毎日を、今日は何しようっていうのハートの声を聞いて選んでいくと、それが重なって大きく変容できるエネルギーが来てるんです。で今週すごい大事ですよ皆さんね、10日まででしょ。で次の日が半夜月食ですから。でもその時私日本にいるんですけど、その後ちょっと私すぐにクリスタルボールの研修会が入っちゃうので、ちょうど来週の配信の頃は私は飛行機の上なので、もしかしたら来週とクリスオラクルカードリーディングお休みになるかもしれないけど、まあ、なるべくなんか短いものでも皆さんにお届けしようと思ってますけど、でも今すごい大事ですからね。ね、で、感情レベルはパワーが出てきたんですよ。だからそういうふうにしてくることで、なんかよく感情の、なんていうのかな、リリースをすることも、ずっと皆さん統合ワークをしてきたと思うんですね。だからもうこの2020年はそうやってよく自分の感情と向き合うことで、ちょうど中級コースで多様性のエネルギーの話も今どんどん進んでるんですけど、本当にね、意識を進化させていくためには知性だけじゃダメなんですよね。知性と感情をしっかりとこう統合していくことが魂の進化になっていくので、やっぱりそういうことをした皆さんはトランスフォームしてですね、感情レベルでもですね、その感情の力をですね、パワーをしっかりと感じられるようになってきてるんだと思います。これすっごいなと思ったんですけど、このパワーのカード。すごくないですかこれ。ね、こう山にわーっと稲妻が来てますよね。でもうこのカードが来たら、もう一応タイムですよ、あなたの時が来てますよと、ね、今自分のパワーをちゃんと、私はこれだけの力があるんだよって言ってですね、自分の可能性の中に踏み込んでいく時です。ね、恐れを持っていかなくてもいいとは言わないんです。やっぱりね、未知の世界にやったことないことをやるのってね、怖いんですよ。マインドは特に怖いんです。私も、4年ちょっと前にですね、4年前ですね、ちょうどね、2016年の1月4日から YouTube 始めたんですけど、ちょっとその前に私は失業してましたからね。で、すごい借金がありましたから、不安できたら、なんとかすぐ仕事探さなきゃ、毎月これだけローン払わなきゃいけないんだから、定期収入がなきゃやってられないと思ったんですけど、昔の私はそうだったんですけど、その時はまあ星が読めて、もうやり尽くしたなって気がしたので、なんかやっぱり本当に自分がやりたいことをやってみて、それでダメならもうまた次の手を考えようって思ってたんですね。それで本当にやりたいのは、やっぱりこのコンシャスエンスアストロジーをみんなに伝えたいってすごく思ってたので、進化先生がこうで始めたんですね。で怖かったんですよ、怖かったけど、でもその怖さを、怖がっちゃダメだっていうふうに否定はしないで、怖いけどでもやっぱりやりたいって言って宇宙とつながってお願いしたんですよね。でもう頭では考えられないんです、思考は。やったことないことは、思考はね、ロジカルにね、計画なんか立てれませんから。
サラリーマン時代は私はプログラムマネジメントとか、営業のアカウントマネージャーとかやってましたから、マネジメントっていうのはなんかゴールがあってね、で、予算とかね、ゴールとかデッドライン締め切りがあって、いつまでにこれをしてどうしてって、新社開発なんかすごい大変なんですよ。マイルストーンがあってゴールがあって、でそのゴールをアチーブするためにいつまでに何をいくらでって予算があるんですね。でそれをやっていくためにはいろんな情報を取ってきて、みんな集めて、それで分析して、でできてないところ大丈夫とかってこういろいろ声かけて励まして、そしてその問題を解決して、そのゴールを一個一個と最善の効率よくやっていくためには、本当に思考を使ってですね、左脳を使わなきゃいけないんです。で私はそういうマネジメントすごい得意なんですね。決して好きではないけど得意なんですね。私は乙女座が10ハウスですから、星はありませんけど、だからそういうの本当に自分でやってみて、私は結構そういうのが得意なんだなっていうのは分かりました。だけど、そういう目標とかなんとかないわけでしょ？やったことないことだから。だからそういうやったことないようなことをやるときは、思考、じゃあその左脳のロジックだけじゃ分からないんですね。でもあとはそうなってくると直感できるしかないんですね。で私は火も強いんで、直感もすごい強い人間なんで、でやっぱり直感っていうのは右脳なんですよ。男性性女性性で言ったら、左脳は男性性のエネルギー外に出て、こう目標を見てそこに向かって何かいろんな情報を取ってきてと。で直感の方は内側に向かって、内側のハートの声と宇宙とつながってる、天王星とか、海王星とかそういうの直感のエネルギーですけど、そういったものをこう、あと木星なんかもそうですね、私いて座強いですからね、だから直感に従って生きていくんですね。そうした時は何か今までやったことないところも何か導かれるんだって信じていくとですね、なんか分かってきちゃうんですね。でやってみる中でこれかなこれかなって、その時は左脳も使うんですけど、だからやっぱり今年は、Facebook かどっかにも書いたんですけど、左脳と右脳、女性性、男性性をうまくバランスをとって生きていくこと、すごく大事です。そうすることでパワークレームできます、これ。だから今はとにかく自分の声を上げてですね、みんなに聞いてもらうこと、そして皆さんの情熱、私こんなことしたいんだっていうのをちゃんと言うこと、すごく大事です。で、みんなが受け取ってくれなくていいんですよ。私もこれやりたいんですって言って、でも受け取ってくださった方がミラクルメンバーになってくださったでしょ。でも本当にやってよかったなと思った。もうね、なんかすっごい嬉しいです。もうなんかそうやってね、みんなのためにもっともっと私も楽しんでやっちゃおうと思うしね。でやっぱり休む時は休んでというメリハリをつけて、無理してやってしまうと長続きしないんで、特にこういう会員制の、仕組みを作っていくときは、私もまあ4年間ね、今まで無料でお布施でやってきて実績はあるんですけど、今度は会員制にすると、その分なんていうかな、会員制の、仕組みを維持するためのいろんな手間もかかりますから、だからそこはしっかりと、なるべく自動化されているようなプログラムとかっていうのを勉強しないとできなかったんですね。でもこれをすることで、なんて言うんだろう、これからの私のコミットは確実に、できない時はごめんなさい、今回はできませんでしたって言いながら、でも後でメイクアップしたりしながら、きちんとですね、そのコミュニティにみんなにこうお約束したエネルギーナビをずっとずっと提供してですね、皆さんがそれを受け取ってもらって、皆さんと一緒にミラクルを作り続けて、長く作り続けていくっていうのが一番大事だと思うんですね。だからそれに向かってやっぱりいろんなサポートを宇宙にもお願いしてるし、そうすると必要な先生に出会ったり、必要な方に出会ったりとかってあったんですよね。だからぜひですね、私を一つの、いい例としてね、ロールモデルとしてね、今年はそういう形で本当に一人でやらないことを、できないことはできないから助けてってサポートしてもらって、でも私は明確にこれやりたいんですっていうことを言っていくと、ちゃんとね、来ます、サポートが。で、マインドレベルは2枚出てて、プロテクション、これ3週連続で出てるんですね。だからやっぱり、すごく宇宙からたくさんのプロテクション来るし、バーンってカシの木はほら、稲妻出てるでしょ。やっぱ直感でいろんなね、インスピレーションに、ね、受け取れますよ。そしてちゃんと守られてますから、
それでシンプリシティがもう一枚来てるんですね。だからやっぱシンプルに、ああ、もうだって心配しないこと、もう、もうやるしかないって言ってできるところから、シンプルに、いらないものを、いろんな心配とか、あれもしなきゃ、これもしなきゃじゃなくて、一番したいことにフォーカスすることですよ。だから私、いろいろあったんですけど、いろいろ心配しようと思ったら心配することいっぱいあったんですけど、でももうミラクルメンバーこれ、それと中級コースのその、とにかく今は、可用性のエネルギーがすごく大事なんで、それをみんなに伝えたいっていう、そこにフォーカスして、他にまだやらなきゃいけないこといくつもあるんですけど、それは少しずつ無視してるわけではなくて、メリハリつけて優先順位を決めてっていうことがすごく大事です。あれもこれもいっぺんにやろうと思ったら、本当に体は一つしかないし、だからやっぱりちょっとですね、自分の中のバウンダリーを、ヘルシーバウンダリー、健康的な境界線はちゃんとつけて、優先順位を決めて自分で選ぶ、今は何をするときって選ぶこと、それがすごく大事な1週間だと思います。で、最後の結論のカードは4つ出てるんですけど、1つがピュリフィケーション、やっぱり浄化ですね。これも先週も出てたと思うんですけど、今ね、本当にまだこのカニ座の、満月の月食までの間にまだ感情レベルとかいろんなところで心配したりこだわってた思いのものが出てきてますから、それをどんどん恐れてかを手放す時です。今2日でしょう。日本3日になったんで、そろそろね、火星が、ちょっと待ってね、今火星がどこかな、サソリ座の29度ぐらいか、そろそろもう、いて座に入ったかもしれないんですけど、サソリ座今29度54分ですね。私のアセンダント超えたところですね。だからこの、動画を配信した頃のちょっと後ぐらいに多分いて座に入ってくるんですよね。だから今ちょっと結構ね、っていうのがいろいろあったかもし、あるかもしれないけど、もう全部それ浄化です。だからもう喜びでどんどん浄化していきましょう。断捨離したり、感情的な断捨離も、マインドの断捨離も、こうじゃなきゃいけないっていうのは思い込みとか、ね、いらないリレーションシップとか、そういったものはもう喜びでしっかりと浄化していくのがすごく大事。そしてもう一つが、リリースが出てきてます。これも手放しなさいって、これも先週出てましたね。だからこういうワークをする中で、今週やっぱここに取り込んでくることだと思うんですね。でね、次がすごいカード出てきたの、何だったの、ほら見て、ミラクルが出てきたんですよ。コミュニティとミラクル両方とも、ほら虹じゃないですか。ミラクルメンバーの時、ミラクルでもなんかもう宇宙が私のためになんかこれを下ろしてくれてるみたいで、もう本当なんかね、すっごい嬉しかったんですけど、本当ミラクル送るんですよ、みんな。ダブルレインボーが出てますからね、これね。だからこれってもう嵐が去って、今週はこういうことをすることでね、本当嵐が立ってですね、あなたの夢が本当に実現してきますよとね。過去にどんなことが起こったとしても、あなたの未来はミラクルをこうがやってきますとね。幸運だったり、宇宙の美しさとかね、天界の美しさとか、内側の聖なるものが今どん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 あなたの中で拡大してるから、だからあなたのライフがちゃんとガイドされてる、導かれてるってことを信じてくださいと。宇宙の良きことを信頼してくださいとね。天界の橋がですね、天国に向かってる橋がですね、ちゃんとあなたのに向かってオープンになってるんですよ。だからなんか、健康にいいようなプログラムをやるとか、あなたのキャリアのために何か投資をするとか、何かを勉強したいなとかと思ったのをしたりとかですね、なんか新しいリレーションシップを作るとか、なんかいろんなことがマニフェスト、具現化してきます。だから Blessings are flowing in all directions、 いろんな方向からあなたの祝福がね、流れて入ってきますよ。だからもう Joy と Bounty と Blessing と Miracles are flowing in your way って言うんですよ。だからなんかね、なんかびっくりしましたね、コミュニティミラクルで。もう本当私のためにも来てくれてると思うけど、このなんての星読みつれずるはその皆さんにって言って下ろしたカードなんで、もうぜひまだミラクル会員になってない方はぜひ次になれるように、申し込んでください。本当100人ぐらいまた集まったら一時的にまた開けますからね。で、最後に、ペイシェンスが出てます。だからやっぱりそうは言ってもちょっと焦らないこと、時間かかります。でもこの半円月食の後に、天王星も、
それからエリスも今度は巡行に入っていくんで、全ての天体が、巡行に入ってきます、しばらくね。だから、これが終わって、そうね、今度の次の水瓶座の4度の、新月ぐらいから水瓶座の時代になってくるね。その頃からいろんなものがどん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 と動いていくような感じがしてきます。でも火星がね、もう射手座に入ってくるんで、結構ね、エネルギーもらえますよ。自分の夢をうんと膨らます時です、自分の真実を。だからその辺はですね、またミラクルメンバーの皆さんにはしっかりと、NG ナビでお伝えします。で、まあ YouTube の皆さんで、ね、まだミラクルメンバーじゃない方はエッセンスだけをお伝えしますから、ぜひともですね、ミラクルメンバーになってくださいね。で、デッキの裏はなんとゲートウェイですよ。だから門が開いてます。もうユニコーンいます。だからね、本当にすごいタイミングなんです、今ね。それを最あの本当ですよ、2020年の最初の年の、最初の、オラクルカードでコミュニティとミラクル出てきますからね、パワーとかね、やっぱりすごい時なんだなっていうのをすごく感じます。はい、それじゃあ、最後に3枚引きたいと思いますから、ちょっと目をつむってですね、ハートに手を当てて A と B と C のカード、どれがいいかちょっと選んでみてください。はい、それじゃ引きまーす。はい、A です。はい、B です。はい、C ですね。はい、今日は私は B でした。さあ、じゃあ A からいきましょう。A は、じゃん。いや、ピンクサファイアが出てますよ。すごいですね。44、マスターナンバーです。これね、やっぱ癒しですね。この方は A を引かれた方は、本当にすごい大きな癒しが来てますね。綺麗なカード。はい、B 行きましょう。B、またパイライト出てきました。パイライト3回続けて出てるでしょ。で、私、2回引いてるんですね。だから、パイライトってすごくグラウンディングして男性性のエネルギーですよね。だから、やっぱり行動を起こして、行くのがすごい大事だなと思いますね。44、45ですね。で、C は、ペタライト、初めて聞く、ペタライトはすっごい綺麗なカードですね。ね、42、なんか全部4が来ましたね。面白いですね。4ってファンデーションなんですよ。で、2020年は、2020は2020で4になるでしょう。だからやっぱりベースを作っていくのすごく大事です。だから、そのためになんかすごく大きな野心で、44はね、45は9だし、462は6になりますね。はい。じゃあ、ちょっと、一つ一つ、ちょっとガイドブックをさ、もう参考にしながら、ちょっとメッセージを読んでみましょうね。44の、サファイアは、エッセンシャルミーニングで、forgiveness、許しですね。choosing to heal。acceptance and letting go、 なんか受け入れて、レッドゴーして、 soothing the heart、 ハートをこう、なんかいたわってあげる。だから、やっぱり癒すことを選ぶことですね。で、 forgiveness が最初に出てくるから、 forgiveness ってのは許しなんですけど、許すっていうのはいつも私動画で言ってたと思うんですけど、何か相手が言ったことをこう、言いは許してあげるっていうことじゃないんですよね。なんか許すっていうのをそういうふうに捉えると、なんか自分が負けたみたいな感じで、許せなくなっちゃうでしょ、ね、で、あとはもしくは高い視点からこう許してあげるわよって言っても、本当に自分受け取ってないかもしれないでしょ。許すっていうのは本当に手放すことなんですよ。で、それは自分の内側の中に、そういうなんか許せないと思ってるネガティブな感情とか罪悪感とか、そういったものをこうにフォーカスしちゃってると、やっぱりそういったものを自分がしっかりと味わって手放せてないと、それに気づけ気づけってきちゃうんですよね。だから、私本当怒ってるなとか、もう許せないと思っちゃってんだな、そのぐらい辛かったんだなっていうことをゴクンって飲むと、もうでもそこにずっとこだわってても居心地悪いし、もう経験ありがとうで手放そうって先に進めるようになります。ね、だから今週は多分ね、すごい44なんでね、本当に自分のサポートシステム、自分の居場所、お家を作るね、蟹座のノースノードですよね。そこをしっかりと見ていくときに、
多分このカード引かれた方はそのヒーリングを自分の中に受け入れることがすごく大事になってくると思います。多分そういうことができるようになると思いますね。ぜひやってみてください。感情を手放すワークっていう瞑想を私の YouTube の、ホームページに、瞑想とかっていうんで上げてますから、よかったらそれやってみてください。ね、そうすることで今やるのすごく大事です。それをしていくと今度の半影月食のすごいパワフルな満月で、いろんなものをリリースして、紙に書いて燃やしてみてください。そうするとその後すっきりして、それでまたいろんなもの出てきても、それを続けていくと、24日か5日だったと思うんですけど、今度の水瓶座の4度の、また4度なんですよね。だから4がずっと続くんで、44でしょ、これもね。なんかね、本当に自分の居場所をベース、仕組みをちゃんと作る1週間になるんだと思いますよ。で、パイライトの方ですよね。パイライトはこれ、inherent value。ずっと引き継いできた価値、ね、knowing your worth。自分が価値があるんだってことを知ること、セルフアプリシエーション、自分をちゃんと認めていくこと、感謝して。で、genuine abundance、純粋なアバンダンスと prosperity within、自分の内側の純粋な豊かさとプロスペリティを見ていきなさいと。このパイライトってものすごく地球の地のエネルギーが強いんですね。クリスタルみんな地のエネルギー強いですけど、で特に今ヤギ座にこれだけ星が集まってるでしょ。だからヤギ座って地のエネルギーなんですよね。地球とどうつながって、で地球を大切にしていく、地球との関係とか、地球もう一つは地球っていうのは、この地のエネルギーって具現化するエネルギーなんですよね。でこの男性性のエネルギーが来てる時って、今ね、やっぱりね、5000年近くずっとペイトリアーキーっていつも言ってますけど、父系社会っていうかね、男性性のエネルギーの方が優位になってきた、バランスが非常に悪くなってきちゃった、状態がずっと続いてたんです。でもやっぱりその男性性のエネルギーは、やっぱ思考を使って、ちゃんと効率よく目的決めて、ストラクチャーを決めてっていうやるようなやり方でしょ。で、その中でここで今出てた genuine inherit value knowing your worth self appreciation ってあるじゃないですか。だからやっぱり引き継いできた価値、その男性性中心の、5000年間で築き上げてきたベースみたいなもので、大切なものもあるんですよ、社会の仕組みとか。だからそういったやっぱり私たちが引き継いでいくべきものはちゃんと引き継ぐのが大事です。全部破壊する必要ないんですね。だこれがやっぱりヤギ座に冥王星が来てる大きなテーマだと思うんですよ。で、反対側の蟹座の方は女性性のエネルギーですから、そこのバランスをいかに取っていくかっていうのがすごく大事なんです。思考と、その直感をいかにうまく使い分けるかっていうかね、両方バランス取っていくかって。で、このカード引かれた方は、私もそうなんですけど、やっぱり今回いろいろコミュニティ立ち上げるのも、直感もすごく大事に使いましたけど、でも一つ一つをやっていくときは、ものすごく左脳も使ってやってきたんですね。で、そこをしっかりと自分はちゃんとやっていけるという、そういうものをしっかりと掴むことがすごく大事だと思います。自分はできないと思ったら、そういう現実をつかんじゃいますからね。だからこれはですね、やっぱりものすごく豊かさ、アバンダンスを具現化することに向かってですね、いかに地球とつながってグラウンディングしてアクションを起こしていくかっていうのが、そのために自分のどこをアライメントを取らなきゃいけないかっていうのを、こうすごくメッセージとして促してると思います。だからそのためにはヤギ座ですから、やっぱりね、焦らないことなんですよ。さっきもペイシェンスのカード出てるでしょ。だから一歩一歩、ヤギ座って一歩一歩上に登っていくんですよ。それがすごく大事です、ね。で、そうしてくると確実に、プロスペリティが入ってきますから、そのことをちょっと頭に入れておいた方がいいと思いますね、今度カード引かれた方ね。さあ、最後のカードは42番の
ペタライトなんですけど、ペタライトってすごく波動の高いですね、バイブレーション、ハイバイブレーションのクリスタルで、私もよく瞑想の時使ったんですけど、これは Witnessing the Observer an ability to detach the impersonal quality of the universe、ね、波動が高い分ですね、これね、こうちょっとこうグラウンディングするのと反対にこうちょっと上に登っていくエネルギーなんですね、これ、波動が高いから。だから Witnessing っていうのは証人になっていくということですね。だからドラマに巻き込まれない、ちょっと高い視点からですね、いろんなことを見ていくのがすごく大事です。で、オブザーバーっていうのも、これも観察してるんですよね。で、ディタッチするエネルギー、だからなんか能力、なんか愛着を持って執着するんじゃなくて、ちょっと離れたところから、この C のカード引かれた方、今週はそういう瞑想するのがすごく大事だと思う。で、ちょっとですね、ドラマから離れて、ちょっとディタッチして、で、非常にインパーソナルクオリティオブユニバース、宇宙のパーソナルじゃない部分とつながっていくことが、今週すごく大事なメッセージだと思いますね、これ。あまりにもなんて言ったらいいかな、目の前のいろんなごたごたに、巻き込まれるんじゃなくて、このカード引かれた方はいかにいろんな状況をちょっと高い視点から、天王星ですよ、天王星のエネルギーですね、これね、天王星のようにですね、こう見ていく、いけるかっていうのを、今週はちょっとフォーカスするといいと思います。だからやっぱりそのことを意識してメディテーションするとか、ちょっとそうですね、体をちょっと動かして、呼吸とかを整えて、それでもしペタライトをお持ちだったら、ちょっと珍しい石なんですけど、それをしっかりちょっと持ってですね、それで感情なんかいろいろ湧いてきても、それを受け取りながら、ちょっとディタッチして、私怒ってるんだな、私は悲しかったんだな、許せないと思ったんだな、やっぱり帰ってきてほしいって寂しかったんだなっていうようなことを、ちょっと置いてですね、ウィットネス、証人としてそれを認めてあげるような瞑想をしてみるといいと思います。で、そうすることで、何かですね、感情をですね、消化してですね、で、もっとですね、ちょっと一歩離れたところから、いろんな浄化、これね、このエネルギーってすごく、このピュリフィケーション・リリース、とすごくこうなんかリンクするような気がしますね。そういった瞑想をちょっとしてみるといいんじゃないかなと思いました。はい、ということで、2020年最初のオラクルカードになりましたけど、もうコミュニティにミラクルができてきて、トランスフォーメーションが出てきて、はるみさんはなんか本当に、いやー、いよいよ幕開けたけど、宇宙もちゃんとそういうふうに答えてくれてるから、なんかコンフォーメーションもらったみたいです。すごく嬉しいです。はい、それじゃあ、ミラクル会員の皆さん、またね、今度の、半夜月食が終わったらですね、また新しい動画配信しますね。はい、それまでは、素敵なお正月と、素敵な一年にしましょうね。たくさんのミラクルを作っていきましょう、みんなで。Thank you so much and so much love!